収まってススタターートトししししままたた少とずは2コーナーへ向かっていって4番シームです、じわっと出ていって半馬身リードそして後方で11番のウィンカラーバランスを崩して後方止まりそうですさあ第2コーナーに向かって先頭4番シームですリードは4分の3馬身2番手は7番、カリーシ 向こう上面です3番手は9番ジュンパワフル4番手うちに1番レアリゼアン・レーブその後ろに12番ハッピーダンス前から5投目そして3番ポルラノーチェ直後には8番バニーホップが行って並んでいく13番エクサビット中段後方には2番ウィンブリエさらには6番のアイスノート3馬身後方に5番のクイーン・ミツコ後方に10番のジグジタル・オモイです。 3コーナーへと向かっていって先頭4番のシームですリードは1番シンほど2番手は7番ガリーシ34コーナー中間ですあと 600m3 番手はうち1番レアリゼ・アンレーブその外に並んで9番ジュンパーフルそして12番のハッピーダンス3番手は3頭広がってさあ第4コーナーに向かっていきますあと 400m 前は4番シームですリードはわずか並んでいく 9番ジュンフル前に並んでいいってて直線に向いています7番、カリーシが2番手3番手は1番、レアリゼアン・レーブそして、内からは2番、ウィンブリエさらには外を通って13番のエクサビット追い込んでくるが前は4番、シームです並んで1番、レアリゼアン・レーブそして7番のカリーシ広がったがレアリゼアン・レーブ先頭でゴール2着は7番、カリーシかさらには4番のシームです追い上げた13番、エクサビット激戦のゴール前はわずかに1番のレアリゼアン・レーブです。